フォルツァスタイル。自分はポジティブです。スイッチっていうか、はい、セッション。セッション。広い。はい。完全に神レベル。この瞬間に光が生えた。やばい。マジっすかこれ。マジっすか。これ待ち受け画面にした。気絶してます。終わった。こんにちは。フォルツァスタイル編集長の星葉です。今日は、突撃気絶のあの人に会いにということで、気絶するぐらい、素敵なあの人に会いに来ました。ということで早速、今日は呼んでみたいと思います。よろしくお願いします。ショッパイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気絶してますか？してますよ。あ、僕が気絶してるんですよね。すみません。いや、なんか以前ほら星葉さんとお会いしてから、インスタねフォローさせていただいて、気絶って言葉がめちゃめちゃいいなと思って、すごく最上級な感じが。最上級なんで、はい、よろしくお願いします。使わせていただこうかなと。ぜひぜひ、はい、いろいろせっかくなんで、はい、ショッパイさんにいろいろお話を伺っていきたいなと思って、はい、質問事項をちょっと用意してまいりました。はい、ということでまず第一発目ですね。ババン、お守りベスト3を見せてくださいということで。お守り、僕前動画をに出ていただいた時もものすごいたくさん持ってたじゃないですか。あ、はいはい、お持ちになってて、あれ見ても結構衝撃だったんですよ、はい、なので今日はその中でもベスト3をちょっと選んでいただいて。じゃあまずはババン、妙義神社。妙義神社、これどこですか？これこれはですね、群馬。群馬、ね、妙義山という山の麓にあって、空気綺麗そうですね。はい、超良かったです。はい、じゃあ妙義神社。はい、妙義神社。わかりました。じゃあ僕のベスト3をちょっと。いいす、ね、お守り、どうしても僕大好きな人がいて、それはブルース・リー先生なんですけど。あ、はいはい、その、 ブルース・リー先生のやっぱりなんかこう思い出のなんかアイテム欲しいなと思って、僕はお守りにしてるのは、はい、実はヌンチャク4段目なんですけど。あ、ちょっとこれずるいな。いいな。あるんすかこれ全然高くないんですけど、アマゾンとかで。お守りでも何でもないんですけどね。まあ、防犯にもなりそうです。防犯にでも、逆の意味でのお守りですね。守る、はい、割と結構練習してまして、こうちょっとこんな。おお、おお、おお、すみません。いや、ちょっと思ったよりも早かったし。すみません。ついついね。いやいやいや、相当面白いでした。ということで、次ですね。お守りベスト2。あ、はい、はい、僕ですね。はい、まずなんかそんなあれですね。いや、真面目な感じになっちゃって。僕はもうちょっとふざけて来ようかな。ふざけてじゃないんですけど。じゃあこれかな。白山姫神社。お、な、これどこ、白山って読まないですかこれ。白山さんですね。白山神社って全国それこそ3000社ぐらいあるのかな、はい、の総本社。うちの次男が、はい、小人図鑑っていう。小人図鑑、もう YouTube ずっと見てるんですよ、はい、このいろんな世界にもいろんな小人がいて、うん、僕らはちょっと見れない、見つけれないんですけど、うん、とあるタイミングで僕白山神社にね、はい、まあ、参拝をした時に、うん、総本社にねいつか行きたいなと思ってたんですよ、うん、あ、そう、先ほど石川のこの、そうそうそう、はい、それで小人の話なんでし始めたんだと思うんでしょ、うん、子供がね、はい、喜ぶことをしてあげたいなと、もっとグッズとか売ってるとこないかなって調べたら、うん、小人図鑑の作者の方の故郷では、はい、その一応まあすごくささやかながら、はい、オフィシャルショップがあって、小人図鑑のそこでしか買えないグッズがあるのを、うん、たどり探り当てて、はい、でそこに行こうってことになって、うん、それで調べたんですよ、はい、そしたらそれ嫁がまた調べたんですけど、うん、あったよっつって、うん、そこでなんかイベントもやってるらしいっつって、イベント、そこ行こうって言って、どこっつったら石川県、うん、で今こういう状況じゃないですか、うん、だから車で行こう、うんうん、でも何時間、8時間、はい、片道ね、うんうん、それどこでやってんの、それどこなのっつったら、うん、まさかの白山市、うん、その作者さんの生まれ故郷が、はい、そこだったんです。そこだったんですよ。ここだった。来ましたね、また。で小人と一緒に探しながら、うん、小人のショップでちょっと大人買いをして、はい、そこでしか買えないもの買って、ちょっと不思議だったのは、白山姫神社の敷地内でいきなり白い羽がパーッと飛んできて、はい、で子供の前にパタッとついて、うん、白い羽が、うん、でこれっつって、うん、
これは魔除け白羽の羽じゃないってなって魔除け白羽っているやつがいるんですよ、うん、そういうそれの羽だっつってやったっつって一応見つからなかったんですけど、はい、それで満足げに一緒に帰ってきて今度その小人白羽の持ってきていただいて小人白羽何でしたっけ魔除け白羽魔除け白羽、はい、一応だから今ジップロックで子供が持ってジップロックでじゃあ僕もちょっとお持ちしますはい、はい、ベストツー今日はお守り僕のお守りをいろいろ持ってきたんですけれどなんてことない石なんですけどこれは天の岩戸で行った時に宮崎の、はい、宮崎行った時にでこれは伊勢ですかね伊勢熱田神宮あ俺もそれはいいな俺も確か天の岩戸だったでこれはあのナスカの地上絵のあすごいなんかいきなりなんか描いたやつですねあとは石っていう石だとちょっと一応いろいろこのあすごいピラミッドのこれもですねうちに必ず置いてあるピラミッドとこんな水晶水晶ですね、はい、これ僕のすごい部屋に必ず置いてあるやつであんまりそれだけなんですけど、ね、いやあの意味はないですけどまさかのうちの次男と全く同じ下着ですマジですかうちの次男もいろんなところのその5歳の石を家にいっぱいでうちもだから石結構ありますよだからあじゃあぜひ水晶もありますしお邪魔していいですかあじゃあもうちょっと今度あのセッション石の、はい、セッションこれでもこれは本当にナスカの石なんですよすごいあこれそうなんですね、はい、これはエジプトのアラバスターのアラバスターそうですね石なんですけどじゃあラストベストワンをはい、はい、そうですねこれかなじゃあはいちょっとあ これはよみがえりのお守りあの出雲大社が来ました、ね、要は60年に一度遷宮をするんですけど、はい、伊勢の場合はお引越し横にこうやってずらすんですけど、はい、出雲の場合は修復修繕をまあそれを60年に一度、うん、その時にしかいただけない平成の大遷宮のそれはだからこの中にだからその時の屋根ヒノキの屋根の一部がちなみにその僕これ番外ですけど、はい、この伊勢のこれもだからその時の遷宮この前の遷宮だからこれはこのところなんですだからこれもです、ね、その時の小材だから要はこれ絶対いけないやつじゃないですかもう20年と60年だからもうそういただけないすごいこれはもう一番、まあ、トップワンですねそう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 、はい、素晴らしいですね、はい、じゃあ最後僕もお守りベストワンを僕も持っていきます、はいこれもう急にえみたいな感じになるかもしれないんですけどあなんかこれはエピソードありそうこれはですねうちもともとテーラーなんですけれど、はいはい、お父さんがテーラーでおじいちゃんもテーラーでひいおじいちゃんテーラーででこれ僕が幼稚園の時にわ素敵ですね作ってもらって全部仕立てがですねちょっと見せると、はい、四角いボタンなんですねでこれストライプなんですけど生地はジョン・ジ・ハーディっていうイギリスの、はい、まあそうですねクイーン・エリザベスなんでエリザベス女王の時のワラントがこう一つロイヤルワラントが入ってて、まあ、テーラーカスタムテーラー欲しいって書いてあるかっこいい吉政って自分の名前で、はいはい、もうほとんど今見ても大人と同じ仕立てで作ってるんですね、こだわってねこだわって作ってもらったやつなんですけどこれの一応セットですねこれ、まあ、もうこれおいくつの時の6歳とかですかね大きかったんですね6歳いや最後小学校卒業するときも来たかなちょっと覚えてないんですけど、すごいで一応長ズボンとちょっとやっぱかわいいちょっとフレアなんですけどねであとは半ズボンかっこいいこれもう僕スーツ宝物ですね何十着って持ってまして、はい、こんなふうにですねあすごい全部揃ってるんですこれが一番前にかかってまして、これもルーツですねルーツなんですけど父親にもらったまあもう父亡くなってるんですけど僕の形見ですねお守りというかこれを見るたびにあちゃんと仕事頑張んなくちゃいけないなみたいな多分お父さん見てるだろうなみたいな素敵、はい、ということでじゃあ次のお題に行ってみたいと思います、はい、ババン、パワースポットまたはパワーアイテムを教えてくださいなるほどということでここにですねぜひパワースポット一緒に行きましょうか、はい、せーのババン、はい、本の表紙おお来た本の表紙って何ですかはいちょっとごめんなさいな宣伝みたいになっちゃうのも嫌なんですけど、はい、あの2冊目のね本を僕また出させていただきますおめでとうございますありがとうございます実は表紙は全然違うアイデアがあっ
まあ、1冊目の、本があるんですけど、はい、これスタジオで、はい、まあ、撮ったんですね、で講談社のスタジオで、はいはい、それでその後あ、まあ、2冊目ということでまたスタジオで撮ろうということで、はい、スタジオでも写真を撮ったんですけど、うん、その前に、はい、一応この中に入れる要は写真として、まあ、前回もそうなんですけど、うん、要はロケをしようということで、はい、まあ、みんなさんのスケジュール、まあ、いろんな編集の方とかいろんなスタッフの方と僕のスケジュール含めて合わせた日があって、はい、12月23日っていう日に、あの、まあ、年末も押し迫ってそうですね、明治神宮でやろうとなって、はい、うん、で前日まさかのもうとんでもない豪雨で、ただもう結構スケジュールもパツパツで、はい、そこで撮らないともうダメだと、そう厳しいよねって、雨でもやろうみたいな雰囲気で、うん、まあ、朝迎えたんですよ、はい、で朝の4時半ぐらい、うん、で日の出を撮ろうということで、うん、冬至明けなんですよ。あ、ということはこうレイラインまっすぐ行く時ですか。さすが星川さん。あ、そうそうそう、それをまさかその日狙って、じゃあ日の出から撮りましょうって、せっかくだし、うん、で僕日の出からスタンバイ行ったんですけど、はい、ザーザーなんですよ、ね、まだ、うん、でこれは日の出撮れないしもう難しいだろうなと思って、うん、でももうなんか、まあ、一応みんな集まったんですよ。集まりました、うん、でももうまあでも雨がもうこれもうちょっと待ったら止むってなって、はあ、でも行っちゃいましょうっていうことで、うん、みんなでバーッともう、まあ、雨上がりで結構いい雰囲気だったんですよ、うん、本当に、うん、パシャ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 って、ただまあ曇ってまだいたりして、うん、まね、雲も多くて、うん、ででも本殿でめっちゃお参りをしましょうということで、うん、あの邪魔してるんで本殿行って手を合わせたあたりぐらいからもうどんどん青空見えてきたんですよね。あ、でもよかった、すごいいい写真撮れたし、はい、逆に雨上がりでめちゃめちゃなんか逆に雰囲気良かったねなんて言って、もうそこでもカメラしまって、はい、バシッシュですみたいな感じでこうやって、うん、まあ、帰ってたんですよ、さんの悪い、はい、そしたらいけないお父さんがちょっと、翔さんそこ立ってって言われて、うん、え、何とか言われて、立って、うん、それでカメラバーッと取り出して、うん、パチ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 って取り出したんですよ、うん、その瞬間にもう十数秒ですよね。そうです、1分ないぐらい、ないぐらい、うん、ショックさんに差し込んだんですよ、光が。今じゃないですか、今。そうそうそう、なるんですよ、そう、後ろから光がふわーってなって、うん、で僕分かんないけどとりあえず立ってバーッと撮ったらもうほんとシュッと光がなくなって、うん、その瞬間に撮れた写真がこれで、たった数十秒、とんでもなく印象がよくて、いい写真ですもん。でもそのやっぱ表紙がスタジオでって決まってたから、うん、最初これはじゃあいい写真撮れたねみたいな話だったんですけど、うん、やっぱりなんかこの写真をどうしても俺表紙にしたいと思って掛け合ってちょっと無理を言って、でこれをね、この写真を撮ってくださって、はい、ている大坪さんに撮っていただいている間に、はいはい、まあ、うちの編集のスタッフ、あの方とかスタッフが、うん、まあ、後ろからその写真を撮ってくれてた、はい、その写真がこれなんですよ。おお、え、なんか光ってないですか。そうなんです、そうなんです。なんすかこれ。わかんない。何これ、何が光ってんですかこれ。わかんないですけど、ここからオーラ出ちゃってるじゃないですか。え、これ待ち受け画面にしたい。こういうのってもちろんなんかの光のレンズの屈折で起きてるんですけど、これ普通に撮ってこんなことなんないので、うん、いや、なんないですよ。どうですよ、完全に神レベル。いやいやいや今回の本もあれですよね、すごいポジティブになれますよね。なんか、はい、読むとすごく気持ちがいい本で、いい心がけとかポジティブな思いとかポジティブな言葉つながりますよね。つながっていくし、うん、自分が実はそれを探してるっていうか、不安、うん、な人って不安を探し出してるし、うん、逆にポジティブを探す癖をつけたら、うん、意外とあのなんていうかな、自分がいい選択をしていくっていうか、うん、人生の中で連鎖していくって言いますよね、はい、書いてありましたよね、はい、僕は今回の読んだ中でなんかもしその自分が死んだからだっけな、ウィ、はい、キペディアに載る、はいはい、った時にどういうふうに書かれてるかっていうことを想像して生きていきなさいって書いてあったじゃないですか、はいはい、すっごいいい言葉だなと思って。あ、本当ですか。僕の ありがとうございます、はい、パワースポット、まあ、パワーアイテムですかね、今日着てきてるやつがそうなんですけど、はい、フィクサーのライダーズのと、あと指輪とブレスレット、これ今着てる僕の三種の神器なんですけど、これ身につけ始めたからいいことすごい起こるんで、まあ、ただそれだけなんですけどね。いやいやいや、はい、でもなんかそういう験担ぎって、はい、結局自分をポジティブにするスイッチっていうか、うん、本当は1個だけにしようと思ったんですけど、あ、すごい、これ僕のパワーアイテムなんですけど、たまに家でこれ被ってるんですけど、はい、どうしてですか、裸で。これ佐山悟さんにいただいた、あ、
本物のやつなんですよ。ここにドンキで売ってるやつじゃない。そうなんですね。わすごい、佐山さんのこう、佐山さんも大好きで、今のああいうマスクじゃなくても、はいはいはい、でもなんかこう被るとなんか強くなれた気がするみたいな、僕にとってのパワーアイテムというか。ああ、まさにパワーアイテムですね。はい、すごい。じゃあ今日のいいことを3つ教えてください。バチ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 、はい、ということで、じゃあせーので出しましょうか。せーので、じゃあ僕行きましょうか。はい、はい、ババン、昨夜っていうか、もうそういうやり方やる、結構博士太郎さんと飲みすぎて、へ、大笑いで昨日もうすごいいい時間を過ごせたん で、はい、で博士さんもめちゃくちゃパワー持ってるんで、持ってそう、すごいいいオーラしか出てないんですよね。いつも会うとすごいハッピーになるんで。あ、そうですか。博士さんに会えた、飲みすぎた、もう深夜回ってますから。回ってます、はい、だ今日ですね。はい、その通りです。あとは今仕事ができてるみたいな。すごい。これはやっぱり今のご時世もう本当大変じゃないですか。はい、なんかコロナウイルスとかで、それで仕事ができない方とかね、できなくなっちゃってるとか、うん、なくなっちゃってる方とかいっぱいいる中で、はい、こうしてこういうふうにね、あのお仕事させていただいてるのはもう本当にいい、今日のいいことかな。はい、素晴らしいです。そしてラスト3つ目、はい、ババン、ショックアイさんに会えたこと。ああ、これもこれ一番ですね。すいません、ありがとうございます。今日一です。ありがとうございます。はい、もうこれもこれが一番の今日の一番のビデオですね。あ、いやいや、まあ、そんなありがたいです。これ赤線を引きたいぐらいですね。あ、はい、ということでありがとうございました。本当にじゃあ僕いきます、ね、はい、ぜひ。じゃあショックアイさんの今日のいいこと3つ教えてください。ババン、もっと素朴ですけどね、はい、天気が良い。素晴らしい、これ間違いないですね。はい、あ、こういうこともいつもいいことだっていう。もちろん、はい、もちろんあります。素晴らしい。そして今日は衣装がね、すごい素敵だった、はい、ちょっと今日今あのスタイリストさん、はい、いつもやってもらってるかんちゃん、はい、すごい素敵な衣装、はい、今日かっこいいですね、これね、はい、そうです、いただいて、なんかニットになんかピンクなんですね、はい、ちょっと春っぽい感じでっていう風に。確かに、でこういうところに水入れる感じがさすがだなっていう。あ、ちょっとやっぱ衣装がパッと決まると、はい、僕もすごい仕事しててすごくテンション上がるっていうか。で3つ目が最後、星葉さんに会えた。やばい。マジっすかこれ、はいはいはい、これもちろん、これあのなんかあれですよね、マジっすか。ちょっとこれ写真これちょっと撮っといて。これ別に合わせたわけじゃないですよ、もうちゃんと書きましたよ。すごい。今僕震えました今。てかあのすいません、気絶してます。素晴らしい、もう、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。やっぱね、僕あの本にも書かせていただいて、はい、その寝る前にいい気持ちでこういいことあったなっていう気持ちで寝ると、はい、やっぱ次の日の目覚めもいいし、いいリセットの仕方で何かしら動いてるとなんか出来事があるから、それを、うん、じゃあこういうふうにいいこととして捉えようとか、で家にいてもまあどうにか今日はゆっくりできたなとか、ああそれもいいこと、読みたかった本が読めたとか、いいこと探しもできるんですけど、っ運って運ぶって書くってのはそういう意味なのかなとか思ったり。なるほど、はい、それ一番の今日一ですね。うん、確かに運ぶですね、はい、だからやっぱ動かないといけないのかなとか思ったり。なるほどね、はい、いや勉強になりました。いや、ありがとうございます。またぜひ応援します。ありがとうございました。ありがとうございます。